消えた。孫悟空の木が。ご飯。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ご飯。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ご飯。この木は。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。くそジータさん。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。